マウコム・フィリペ・シューバ・デ・オリベーラは、ブラジル・サンパウロ州・サンパウロ出身のサッカー選手。ロシアサッカープレミアリーグ FC 全2と、サンクト・ペテルブルク所属。ポジションは MF。マルコム、マウコンと表記されることもある。2008年、SC ・コリンチャンス・パウリスタのユースチームに加入し、2014年、トップチームに昇格し、4月27日の CR。 フラメンゴ戦でプロデビューした。9月18日、シャペコエンセ戦でプロ初得点を記録した。ボルドーでトレーニング中のマウコム2016年1月30日、フランスの FC ジロンダンボルドーに移籍した。2月7日、AS サンテティエンヌ戦でリーグアンデビューを果たした。2018年7月23日、AS ローマに移籍することで、 クラブ間合意したことが発表され、マウコムがローマでメディカルチェックを受け正式に契約を結ぶ予定であったが、FC バルセロナがより高額なオファーを提示したことにより、ボルドーがローマとの合意を保護にして、マウコムのローマ移籍を認めなかった。2018年7月24日、スペインの FC バルセロナに移籍した。2023年までの5年契約で、 移籍金は4100万ユーロと発表された。11月6日のチャンピオンズリーグ、インテル戦で途中出場し、投入後2分で移籍後初ゴールを決めた。しかし、熱い選手層もあり、出場機会を得ることができなかった。2019年8月2日、FC ゼニとサンクトペテルブルクへの移籍が発表された。U-20 ブラジル代表として2015年。 南米ユース選手権に出場し、5得点を記録。2 0 1 5 f i f a ス2 0ワールドカップにも出場し、準優勝に貢献した。2018年10月、ブラジル代表に初招集された。2021年、東京オリンピックのユーナス2 4サッカーブラジル代表に、選出2021年8月、東京オリンピックの決勝で延長後半3分に、 決勝ゴールを挙げて、チームの優勝に貢献した。ありがとうございます。